高田新造高田新造は、明治大正期の機械貿易商、君参等。墓は、谷中霊園。高田商改装業者。旧幕府佐渡奉行の下級管理、支配地域人組頭で、広間役だった、天野孫太郎の子として、佐渡国愛川に生まれる。4歳で、父の同僚、高田六郎の養子となる。14歳にして、慶応元年佐渡奉行所に、 出資見習いから、くじかたかき役となる。母親戦争時には新政府に対抗する、中山信康の人来隊に名を連ねたが、明治維新後、新政府の愛川は鉱山か調べ役となり、英国講師のパークスやお雇い外国人、エラスムスガウアラの佐渡金山視察に遭遇し、英語の必要性を感じる。恵比寿港運上所に勤めが務下した長兼、通弁見習いとなり、 英語を学んだ。明治三年、通弁学習のため上京し、関東軍大屋敷の佐渡出張所に小屋を借り受けて、学び始めるが、築地居留地にあったドイツ商館、アーレンス商会の別地となり、商業の道に進む。明治十一年ドイツ人物器商人のマルチン・ミカエル・ベアのベア商会に、通弁県事務官として勤務した後、明治十三年、ベアの廃業の後を継ぐ形で、 アーレンスト・スコットと共同経営で高田商会を設立した。明治20年欧米諸国を巡回し、翌21年帰国し、新組織にして改めて高田商会を設立。鉱山採掘ドリルや送水ポンプ、軍艦などを輸入し、事業を拡大し、ニューヨーク・ロンドンに支店を設ける。ベアから欧州各国の大製造所の代理店をも譲り受けており、日本海軍を 大口顧客としたアームストロング社も取引先の一つだった。明治29年再び欧米を準遊。関連会社として高田工業、旭宝石、英楽銀行を創設。明治32年にはアメリカの電気機械メーカー、ウエスチングハウス社の代理店になるなど、日清、日露の両戦争では海軍省御用となり、軍事品を収め合商となった。 海軍の特命で、反乱軍に武器を送る秘密工作にも携わり、その功をもって、君参党に上された。同商会は、有力機械輸入商社に成長し、明治41年号市会社に改装。新蔵は、大白覧会評議員、東洋拓職設立委員となる。大正8年引退し、無雇用紙川基地に経営を譲った。大正十年に病により防止したが、 帰徳寺に徳氏により、14位を除せられた。心臓没後ほどなくして、大正14年に、高田商会は経営破綻した。高野山宝物館設立発起人の一人。東京都文京区本郷湯島三組町の高田、心臓亭、高田商会本店、別邸は、明治33年、女債やコンドルが建てた。妻の民子は、東京の商家の娘。 旧姓池田。七男子女の子があったが、生妻との間に男子がなかったため、次女、ゆき子の婿に、田中平八の三男、鎌吉を迎え、心臓の事業を継がせた。鎌吉は、井上薫の世話により1892年に、ドイツに留学、ベルリン工部大学に学び、1902年に帰国し、芝浦製作所、東京伝統を経て、 1906年ユキコと結婚し、1909年に高田商会に入社した。マルチタレントの高田真由子は、鎌吉、ユキコの彦で、心臓の曹操村。別の女性との間に生まれた三男高田国蔵は、高田商会無限責任社員として、父、心臓を助けた。長女、松野入婿、高田の二郎も無限責任社員となり、 高田商会の代表社員を務めたが、大正7年の製鉄所社員に対する同社の収賄事件で収監された。孫娘に、ピエール・カルダン専属のファッション写真家として知られる、高田美がいる。戦後 AFP 通信社で働いた後、38歳で、徒仏後写真をはじめ、カルダンと日本を結ぶ窓口として活躍し、日仏交流の功労者として、フランス政府、 パリ市から除訓された。また、ミカエル・ベアと、アラ荒井クの間に生まれた子、テール子を、ベア帰国時に養女にした。テール子は、兵学者、原田一同男爵の長男で、地質学者の原田と余吉に嫁いだ。新造の妻、高田民子は、囲碁初段ほどの腕前だったが、1892年頃に、囲碁家元の本因坊吉江と交友を得て、囲碁囲碁会の講演者として、 重要な役割を果たした。吉江安井三栄、及び放映者の中川亀三郎に、月々の手当てを出し、また吉江には、湯島天神町に家を提供。当時、吉江の開いていた、囲碁奨励会も高田邸で開かれることもあった。1895年に、囲碁奨励会を拡大した、研究会、四蔵会も民子が支援し、 出席者には一人五十銭の車代を出した。四蔵会は1904年まで102回続いて、吉江門下に限らず多くの有望騎士を輩出し、四蔵会月報は犬飼い武士、遠山光、る、新蔵などの講演者に配布され、他にも石市春、田村田本氏など多くの騎士が援助を受けた。だが、民子のところに稽古に来ていた。 吉江門の野沢武朝の口の悪さを吉江に訴えたところ、吉江は以後援助を断り、資金不足により四増改も終了となった。その後吉江は県産のかやって1906年に名人くらい重ねくらいを果たす。ありがとうございます。